ポートランドトランスポーテーションセンターは、アメリカ合衆国メイン州ポートランドトンプソンズ、ポイントロード100にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。当駅までのダウニー・イースター号の運行は2001年12月15日に開始した。当駅の増築工事が2002年初めに、完成するまでは1996年に建設された。 コンコードコーチラインズのバスターミナル待合室を使用した。バスターミナルはコロニアルリバイバル様式の建物であり、増築部分はガラスと鉄骨で組まれた特徴的なアーチ型の屋根を持ち、バスターミナルから列車のプラットフォームへの通路は独自の波アーチ型屋根を持つ。ポートランドと北部ニューイングランドへの旅客サービスの再開は1989年に設立された。 トレインライダーズノースイーストの草の根運動として始まった。この非営利ボランティア団体は、その旅客サービスは何ができるかの強力なビジョンを持っていたウェイン・デイビス氏によって創設された。1989年7月14日には、メイン州議会は、メイン州内外で定期的な旅客鉄道運行を確立するために、必要なすべてのアクションを取るために、 メイン州運輸省が監督する旅客鉄道サービス法を制定した。同法はさらに、ポートランドとボストン間の旅客鉄道運行を再開させるための業務を遂行するための資金の支出は最初に非正されるであろうことを指示した。1995年メイン州議会は、ボストンやメイン州各地間の旅客鉄道運行を開発、提供するために、 北部ニューイングランド旅客鉄道公社を設立させた。2012年末にはダウンイースター号の運行区間はフリーポート及びブランズウィックへとポートランドより北に延伸した。アムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。